はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。明けまして、おめでとうございます。やっと動画ができる、なんとなくこう落ち着きましたから、ですけど、伝統のね、駅伝をね見まして、本当に新しいね、時代の幕開けのようなね、感じで、創価大学というね、今までそうですね、シード権を取るのがねいっぱいいっぱいだった大学が、優勝、往路優勝ということで、びっくりした方もいらっしゃると思いますけど、本当にそうですね、すごいなって思っていまして、ずっと10区の区間までね、ずっともう頑張ったわけですけれども、さすが駒澤はもう本当に伝統校で、ずっとこう伝統を守ってくることを本当に、頑張ってきて、なかなかこう優勝ができなかったチーム なのでね、本当に最後本当にすごい大逆転で、そのゴールをしたわけで、まあ、感動的なね試合でもあったわけですけれども、どうしても本当にスポーツもオリンピックも含めてなんですけど、スポーツの是非っていうか、そういう大きい大会に対してのね、その何だろう、特にもう本当コロナが蔓延してから、いろいろ本当に思うことがあって、随分スポーツなんかでもね、選手っていうのは酷使をするじゃないですか、いろいろ。で、最後のアンカーだった、創価大学の選手のことが気になってしまって、本当にみんなの期待を背負いながら、でもゴールの本当に直前で抜かされてしまって、本当に健闘したにもかかわらず、その瞬間に本当にどう言ったらいいんでしょうね、それが心配でなりません。なので本当にこういいのかな悪いのかよく分かんないんですけど、なんか一つ心に残ってしまいます。っていうのも、うちのいとこが、河野純喜って言いましてね、プロ野球の、巨人軍で一時期本当に活躍をした選手なんですけど、それ高校野球の時に名電、イチローの、ね、先輩になりますけど、名電で本当に名選手として、その甲子園をかけての試合の時も、本当に活躍をしてしたということがあるんですが、その本当に親友だった子がタイムリーエラーをしてしまったんですね。それでその子はね、一生言われるわけですよ、一生ですよ。あの時ね、あのエラーがなかったらっていう話をするわけですよ。それって本当に光と影じゃないですけど、そういうことが常にやっぱり起きるので、どうなのかななんて思いながら、私はどうしても半眼びいきっていうか、そうですね、勝てば官軍ですからね。それでまあアメリカ戦なんかも本当にトランプさんが本当に前線というか、いろいろね考えていろいろやってらっしゃるわけですけども、なかなかこの、ビッグメディアによって、ねじ曲げられてることが本当にかわいそうで、かけながら応援していますけど、1月の6日前後にね、本当にずっとひたひたといろいろなことが明るみに出て、随分変わっていくというか、もう変わっていることを日本の方々は知らないという状況にいて、本当に重はゆい思いをして、お正月いろんな人に会って、聞くと、まあそんなことはありえないとかって言われて、全然本当にこう、メディアによって操作されているなという実感を年初からしています。本当に激変していく世界情勢についていきたいと考えています。以上です。